Okay, welcome back everybody to Kent's Route, and I'm just like laughing the whole time because it's so silly. Not much to say. We just barely started. I really like I said last time, I really like Icky and Kent's Routes much more. I do hope we see our green-haired mystery man though. Well, that could be bad or good. I'm not entirely sure. He's killed us at least. Although in Toma's route, I consider that the good ending, because at least it was quick. All right, let's continue. マニュアルの復習は十分した。昨日で実践訓練もした。多分きっと今日は大丈夫。よし、店長とミネを見返してやろう。And what is with Mine? おはよう。あれ、この子誰？何してんの？着替えないの？ 店長の席か睨みが始まっちゃうよ。そっか、この子も同僚なんだね。バイトの同僚って気のいた人で全員じゃなかったんだ。この子はミネと違って、フレンドリーだね。君とは仲良しだったのかな。ああ、そう。来てたんだ。君はいつもギリギリだね。あ、トーマ、おはよう。いや、私は朝弱くてさ。でも、この子が朝からぼんやりしてるのって珍しいよね。 I'm not spaced. I'm just... No. I'm totally fine. 普段ならやらないミスを連発して、珍しく若さんに叱られてた。 マジで? 珍しい。もしかして彼氏と喧嘩でもした? そうなのか? なんなら相談に乗るけど。 こら、トーマ! そこはこの子の心の友であるこの私が相談に乗るとこでしょ? 男はこういう話に突っ込まないの。 ややこしくなるんだから。 そうだね。なら、沙和に任せるよ。だけど、話すなら後にした方がいい。そろそろ着替えないと若さんが来る。おっと、じゃあ着替えてこよっか。I'm so sorry for suspecting you in the first route. 黙って聞いてるだけで結構いい情報収集になったね。とりあえずあの女の子は沙和ちゃんって名前で、君とはかなり仲がいいみたいだ。きっと君のことをいっぱい知ってるだろうし、後で話ししようって言ってたよね。よし。 それじゃあとりあえず目の前の仕事をバリバリこなしていこうか。行こう。行こう。よし、昨日よりはかなりマシなんじゃないかと。うん、お客さんに不審そうな顔されることもなくなってきた。Maybe I was just being the clumsy maid yesterday. And it was cute. Like that. Speaking of clumsy maid. Oh, speaking of cinema, the new Boku no Hero is out. Otsukare! Otsukare! Are, nani hebatten no? Daijoubu? Soyeba kyou, kanari tenpatte ta mon ne. No, I don't want the glare. Tencho! Yoshi. Haa, yokatta ne. Uhyaa! He's amazing. Anta, tencho ni niramarete tan da. 本当に調子悪いんだね。どうしちゃったのよ。やっぱケントさんとのことで何か悩んでんの？ああ、ケントね。そっちの話も気になりはするけど、今はとりあえず休みたいよ。いや、もちろん実際に苦労して走り回ったのは君であって、僕じゃないんだけどね。僕、君と同化してるから、君の疲労とか心労とか全部もろに感じるんだよね。まあ、その気になれば感覚は遮断できるんだけどさ。 そうすると君のこと分かってあげられないし。うわ、顔暗いね。もしかして相当やばい事態？まさか、すでに別れちゃいそうな予感とか？あ、ケントのことで悩んでるって思われちゃったかな？それとも、やっぱ付き合い出したら本気で留学のことが答えてるの？分かってたこととはいえ、1年は長いもんね。留学？今月末の学会が終わったら、 ケントさんロンドンだもんね。私だったらきつい。最初から分かってたとは言ってもね。実際付き合い始めていつも一緒にいるようになったら別れて暮らすの実感しちゃうよね。待って待って待って、聞いてないよそんなこと。ケントのやつそんな雰囲気全然ないんだけど。1ヶ月したら留学する予定なの？ねえ、やっぱ寂しいの？愚痴っちゃいなよこの際。え？
どうなんだろう。Probably. 記憶をなくす前の君は留学のことを寂しいって思ってたのかな。Probably why she got mad. Hmm. 大丈夫です。え、違うんだ。じゃあそれ以前の問題で付き合い始めても相変わらず喧嘩ばっかできついとかそういうこと？でもね、それはあんたも悪いと思うよ。二人して喧嘩越しじゃ喧嘩になるのは当たり前だよ。どっちかが折れないとさ。ん？二人とも意地っ張りなんだもんな。もうちょっと素直になんないと。もうすぐ遠くへ行っちゃうんだからさ、今のうちに甘えておかないと。ねえ、ふと思ったんだけど、この子、君がケントのこと好きだったって前提で話してない？ It seems like it. でもケントは君があいつのこと憎んでるって言ってたよね。君、親友のサワちゃんにはケントのこと憎んでるとか、そういう話はしてなかったのかな？ But you tell your best friend all things. 好きだったのか、憎んでたのか。またわからなくなってきた。ま、とにかくだ。私が言いたいのは、愚痴りたくなったらいつでも私に言ってよねってこと。25日の学会終わるまではケントさんも準備で忙しいだろうし、あんまり会えないんだろうけど、もうあと1ヶ月ちょっとしか一緒にいられないんだから、落ち込んでないで時間を大切にね。それじゃお先。ちょ待って、その話もっと詳しく聞かせて。サワちゃん言っちゃった。今日もまたいろいろと大変だったね。それにしても留学の話、君とケントはどう思ってたんだろう。ケントのやつ、暇さえあれば会おうって言ってくる感じなのに、1年離れるのは OK なのかね。25日に学会があるってことはよくわかんないけど、いろいろ準備もあって忙しいんだよね。そこを無理して会ってるから、ああやって一緒にいるのに別々に作業してるような状態なのか。何なんだろうケントって、やっぱ会いたいと思ってるのかな。Oh, speak of the devil. そうすればあいつからメールだ。日曜日は今でしょ？会います。会いましょう。相変わらずそっけないけど、これってデートのお誘いだよね。ああ、もう全然気持ちが伝わってこないよ。ねえ、伝わった？もうちょっと感情込めて誘ってくんないかな。少しでも会いたいとか言葉を添えてさ。どういう態度で返信しとく？楽しみ。お、柔らかい態度攻撃。ケントのやつどう反応してくるかな。No response? ないね。Oh. あ、来た。I was so surprised I dropped my phone.And then I stepped on it. Luckily, it's not broken. Are you though? But yeah, I'm looking forward to it too. I'll pick you up around noon. すごく動揺が伝わってくるんだけど、かなり疑われたかもしれないけど、喜んでもらえたみたいだからこれでよかったのかな。まあ、とにかく明後日はケントと会うってことで決まりだね。よし、明日のバイトを乗り切れば日曜から水曜までお休みだ。それじゃあご飯食べたらもう一回マニュアル復習して、明日は完璧にこなそうか。 Not the manual again. What kind of manual is this? A recipe? How to do a recipe? Don't know how to without making it. Oh my god, what is your problem? Mineka. Senpai, ototoi wa zuibun miss してましたけど、今日は大丈夫ですか？私もあんまり先輩のフォローに走り回るのは嫌なので、頑張ってくださいね。With your evil grin. こないだはよくもバカにしてくれたな。ゆうべは二人でさらに勉強して、普通なら覚えてなさそうな最速まで覚えたんだから。見てろよ。行こう。君に秘められた底力をミネと店長に見せてやるんだ。ご主人様、他にご入り用のものはございますか？お嬢様、どうぞこちらの膝掛けをお使いくださいませ。え、
さっきから9番テーブルのご主人様がミネのことを見てるみたい。じゃあミネに声かけておこう。見える、見えるぞ。僕たち今完璧にフロアが見渡せてる。 That would be pretty cool。You can go spy on people. なかなかやるな。Was that better than yesterday? 褒められた。 That was a con- 褒められたか？やるね。今日はすごい働きぶりだったよ。 What is your problem?やり方を見直していたのか。ああ、そういうことなの？やり方を根本から見直したせいで混乱しちゃったってこと？いや、違うんだけど、そういうことにしておこうか。ミネも見習うといい。はあ、はあ。はい。はあ。すみません。なぜ謝る？怒っているわけじゃない。ミネは男性客にすごい人気だよ。ミネを目当てに来ている客も多い。それって誇っていいと思うな。取ってつけたようなフォローは結構です。いいね。着替えてきます。 What is your problem? プライドを傷つけちゃったかな。 Who cares? 気にしなくていいよ。君も着替えてきな。トーマは優しいな。この職場の潤いだよ。 I can't even with Toma. Hugo, I don't even care if he's nice in other world. Don't care. 今日はすがすがしい気分だ。毎日頑張った甲斐があったね。ミネにはちょっとかわいそうだけど。I don't. あれ？お疲れ様です。Go away. 噂をすれば。っていうか、なんか怒ってる？仕事もプライベートも万事順調って感じですね。Why do you care? 沢先輩から聞きましたよ。あの人と付き合い始めたんですってね。Are you jealous? よかったじゃないですか。おめでとうございます。まだ言ってませんでしたよね。Are you jealous? どうしてですか？どうしてよりによってあの人なんですか？他にもいい男なんていっぱいいるじゃないですか。よりどりみどりじゃないですか。トーマさんはいい人だし、シンだってちょっときついけどかっこいいし、時々お店に来る右京さんも先輩目当てだって話じゃないですか。あの人もめちゃくちゃ美形だし。 Yeah, he is. え？ちょっと待って。トーマはともかく他の人たち誰？ Wait, you like なのになんで Kent? なんであんな不愛想で怖くて堅物の変人を選ぶんですか？あんな人絶対誰も好きにならないと思ったのに、私だけだと思ったのに。あんな変人好きにならないでくださいよ。いや、自分の好きな相手に対してそこまで言うのもちょっとどうなの？っていうかミネってケントのことが好きだったんだ。先輩、あの人のどこが好きなんですか？難しい質問きた。答えてくださいよ。そのくらいいいでしょ？どういうところが好きだったんだろうね。自分の道を進むことが好き。That works. それを言われたら反論できないじゃないですか。確かにあんな人二人とはいないですよ。あの人だけですよ。要するに先輩はあの人のちょっとおかしいとこも含めて好きってわけなんですね。私だけじゃないんだ。私、諦めませんから。絶対、You should. 先輩から奪い取ってみせますから。Go away. だって、私の方が可愛いし、愛想いいし、料理もうまいし器用だし、性格もそこまで最悪ってわけじゃないですもん。だから、きっと振り向かせます。諦めません。絶対、譲りませんから。あ、言っちゃった。What a bitch. 前の君だったらどうしてたかな？受けて立ったかな？それとも譲ってたのかな。記憶を失う前の君以外、本当のことなんて誰にもわからないよね。
Today Sunday. さて、今日からしばらくバイトはお休み。今日はケントとデートだね。Oh, no. So hard. そろそろ約束の時間かな。下を降りてみようか。It's so hard. あ、今ちょうど正午だ。待たせたな。おお、正午きっかり。時報かあんたは。行こう。今日は以前君とよく会った道を歩いてみようと思っている。へえ、思い出の場所を散歩か。意外とまともなデートだね。って、散歩？それってもしかしてまたあの競歩なの？ああ、やっぱり早いし、無言だし。あ、こっち側ってケントの家がある方だね。バイト行くのとは違う道だからちょっと新鮮なんだけど、周りを見てる暇がないよ。ちょ、追いつけないよね。大丈夫？あいつ本気でこれがデートのつもりなのかな。もっとゆっくり。イップとかいうあのたらしっぽい友達にでも女の子との付き合い方を教えてもらえばいいのに。Maybe half。一時間の後。え、ここってお墓？一体どこ向かってるわけ？どうした？なぜついてこない？ Because I have little legs。話したいのことありますか？話？ He's so oblivious. It's kind of adorable. 私からは特に話したいことがない。話がしたいならば、君から話題を提供する。Except for don't throw the math things at me。なんて無茶ぶりを。こっちは今週分の記憶しかないってのに。でも何か話さないと向こうからは話してくれないし、足も止めてくれなさそうだね。どうする？ I hate all of these. Here we go. バイトの友達はあなたも好きと言われました。ほう、なかなか興味深い話題を振ってくるな。そんな話をして君は私にどう反応してほしいんだ？うん、君は今日も退屈そうだな。私と過ごすことに意味を見出しているようにも見えない。挙句の果てに出してきた話題が同僚から恋がたき宣言された話か。 Why do you think? それで、それがどうしたんだ？まさか君は私にその女性を紹介しようとでも言うのか？なるほど。君はわざわざ同僚と対立してまで私と付き合うほどの情熱など持ってはいないだろうな。そもそも私といても苦痛なだけだろうし、同僚に恋敵がいるならなおさら苦痛だろう。遠回しに別れたいと言われているようにも思えるが、そう解釈していいのかな？何？私もよく無神経だと言われるが、君も大概だな。そんな話を私が楽しんで聞けるとでも思っているのか？確かに私は以前と変わらず、人間は生涯を通じて複数の異性と関係を持つのが効率的だと思った。Maybe this was the right thing to pick. だが、それは何も同時に複数の関係を持つという意味ではない。私にはそれほどの情熱も時間もないよ。君のお相手すら十分に務められていないようだしね。もちろん、秋が来れば早々に別れ、次の関係を探るのが効率的だが、私は見切るにはまだ早いと考えている。つまりだ、今現在私に好意を持っている女性が存在したとしても、私にとっては何ら関係ないということだ。しかし、君の方はもう飽きたのかな？それならば先ほどの話にも意味が生まれてくるが。ちょっと待ってよ。何なの？単なる雑談にこれは過剰反応じゃない？しかも飽きたら別れるって、君とも飽きたら別れるつもりで付き合ってるってわけ？私につまらないになったら別れるとってこと？何を言っている。以前から私は同じ主張をしている。そして君と何度も口論をしただろう。まさか忘れたのか？前から言ってたのか。ああ、さっき言ってたね。以前から主張してるって。まあ、今現在はまだ飽きてはいないから、単なる主張に過ぎないがね。
もう何なんだよこいつは。こんなことずっと主張されてれば前の君がキレまくってたのはごく当然だよ。で、え？あ！ Just put up with it。は？憧れていた人に失恋した？へえ。で、それがどうかしたのか？いいかい、私は君の担任ではないし、カウンセラーでもない。数学の教師としてごく短期間招かれているだけなんだよ。しかも非公式にね。その私に恋愛事を相談して、どんな返答を期待しているんだ、君は。ああ、相談ではない雑談だと。へえ。君は自分の失恋を面白い小話だとでも思っているのかな。なら私の見解を述べるが、死母の相手を次々に変えていくのは生物として実に効率的だね。多くの情緒的経験ができるし、飽きたら別れるという交際スタンスはより多くの子孫を残す可能性がある。というわけで、君の失恋は大学時代の経験として実に有益だ。今後ともその調子で。 Oh my god。 納得のいく理由を聞かせてもらおう。なぜ私が君から平手打ちを食らわなければならないのか。 Slapped him. Probably because she liked him and he just breezed her off because he was just didn't realize it. また立ちくらみか。君はそんなに体の弱い方だったか。口論をしている場合ではなさそうだな。歩けるか。うちまで送ろう。はあ、せっかくのデートなのに今日は散々だったね。でもまあ、とりあえず今日の記憶を見て分かったことが2つあるね。1つは、ケントが非公式の数学教師として君の大学に来てたってこと。君とケントが知り合ったきっかけはこれなのかな。てか非公式の教師って何。あともう一つは、君とケントがやっぱり昔から仲悪かったっぽいってことだね。今まで蘇った記憶が2つともケントと喧嘩っぽい話をしてる記憶だもんね。How did they end up going out? でも本当に仲が悪かったら失恋した話なんてしないだろうし、あれがきっかけで険悪になったとか。まあ何にしても君にとってケントの存在が大きな場所を占めてたのは間違いないよね。だって蘇った記憶、ケントのことばっかりだもん。とりあえずこのままあいつと付き合っていくのが記憶を取り戻す近道かな。まあ今日は喧嘩別れみたいになっちゃったわけだけど、大丈夫だよ。君たちにとってはこんなの日常茶飯事だったはずだし、多分明日には最初の日みたいに話し合おうって呼び出しが来るんじゃないかな。Very confusedI'm sure that she liked him and not directly asked him out. And then he responded like that. Letter of challenge. Cemetery. I wanted to talk with you, not argue. If you feel the same way, come by the cemetery. あれ、全然果たし状じゃない。もしかしてケント、昨日の喧嘩で落ち込んでる？まあ、とりあえず行ってみようか。喧嘩じゃない話がしたいのはこっちだって同じだもんね。来てくれたか。ああ、何話すつもりなんだろうね。少し歩くか。You walk slower.こうして歩いているとき、君は何を考えているんだ。どうして黙ってついてくる。うん、私じゃなくて、ケントは何を考えているかな。私自身の話をする前に前振りを入れようとしたのがわからないのか。まあ、逃げるなということか。私はな、こうして歩いているとき、考えていることがある。それは何ですか？この道はカップルが多いな。彼らはなぜか皆手をつないで歩いている。私もなぜか君と手をつなぎたいと思う。
どれほど考えてもその必要性が見当たらない。 I understand what's going on here. 彼らはなぜ手をつないでいるんだ。愛情を確認する儀式か、順次接触を増やしていく段階の一つとしてか。なら私と君の場合はどうだ。君が私に愛情を持っているとは思えない。接触を増やすにはまだ早すぎるようにも思える。つまり客観的な必要性はない。それなのに私は君と手をつなぎたいと思う。なぜだろう。なぜって、あのねえ、これって突然手を取ったら怒るだろうか。私は理由を何と説明すればいいのだろうか。振り払われないだろうか。そもそも手をつなぐ必要があるのか。私は周囲の恋人たちに同調しようとしているだけではないだろうか。必要性が見つからないのであれば私は認めざるを得なくなる。私は君が好きで、君にそのただ触れたいんだということを、隣を歩いているとどうしても君の手を意識してしまう。それでつい早足になる。君がついてくるには早すぎただろうか。だとしたらすまない。君は付き合い始めてから私に対する態度が変わったな。トゲトゲしさがなくなった。そのおかげでこの一週間君と穏やかに過ごすことができた。できればこの状態を維持したい。だが君の態度が変わった理由がわからない。先に踏み出していいのかわからない。私は歩きながらそういったことを考えていた。まだ何か疑問はあるだろうか。うん。手をつなげて。はい。いいのか？君がいいというのなら、そうだな。そうしようか。昨夜恥を忍んで一休に事の次第を相談したのだ。 They don't look very happy. そしたら彼は散々笑った後に今の話を全て話してこいと言った。実際君はこうして手をつないでくれたのだから、一休の意見は正しかったということになるのだろうか。結果が是であるから元となった推論は是である。機能法だな。私はもっと君に私自身の考えを話すべきなのだろうか。君と会話をすれば口論にしかならないというのは私の思い込みに過ぎないのだろうか。君は私の考えを聞きたいと思うか。うん、はい、もっと聞きたいんです。そうか。ではまず昨日のことを話そう。君の友人が私に思いを寄せてくれているらしいという話だな。いろいろ考えたが、昨日言った以上に分かりやすい物言いが思い浮かばなかった。私には君がどうしてそんな話をするのか理解できない。私と別れたいというふうにしか聞こえなかった。だが、これでは進歩がないな。それでだ。一休に言えと言われた言葉をそのまま言おうと思う。誰が思いを寄せてくれようと。私には関係ない。私は君が好きで、その気持ちは揺らがない。君はそう思ってはくれないのか？ Wait, did you say that? 私の言いたいことを要約したらこうなると言われたのだが、これで本当に伝わるのだろうか。はい。ありがとう。そうか。そうなのか。それならよかった。そろそろ戻るか。今日は風が冷たい。This is the classic anime character of being incredibly logical, so they don't know what feelings are. 一休からもう一つ指示されたことがある。口論になった時に最も有効な行動は贈り物をすることだそうだ。私なりに調べてみたのだが、恋人同士の贈り物というのは手作りのものがいいらしい。考えてみたのだが、何も思いつかなくてな。こんなものを作ってみた。Well, you better make one for every time we fight. 手作り算数問題集？ちょ、マジ読んで隠れてたのに、ツッコミ入れずにはいられなくて、つい出てきちゃったよ。君の専攻とする心理学には、統計の算出が不可欠だと思うのだが、君は計算が遅い。これは役に立つと思う。
単純な算数問題を日常的に解いていくことは脳の運動にもなる。君にはぜひ進めたいのだが、どうだ？ Oh, I hate you. But... ありがとうございます。では、明日にでも持ってくるといい。私が見てやろう。This is why... 私はそろそろ戻る。明日はうちにいるので、よかったら訪ねてきてほしい。ではな。Section. I cheat on the math parts because...いやあ、今日のケントはなんか優しくて調子狂ったね。っていうか、手作りの算数問題集って。ああ、ケントって君の数学の先生だったんだっけ？それで心配されてるのかな？多分前の君って今のケントと同じか、それ以上に喧嘩腰だったんだろうしね。あんな風に喧嘩腰だった相手が急に普通の対応してきたら、そりゃあ戸惑うよね。それにしてもケントって真剣に君のことが好きなんだね、うん、あの理論男があんな風に下手に出てくるなんてびっくりしたよ。僕はよっぽど昨日の喧嘩が答えたんだろうね。最近君が喧嘩を買わなかったから余計にさ、記憶は全然蘇らなかったけどさ、あいつとはこれからいい関係を築いていけそうでよかったね。明日は久しぶりにケントの家に行ってみる？うん、きっと今度はもう少し近づけるんじゃないかな。I, for warning, I am not this, well, I probably could do it, but I'm cheating on the math sections. どうぞ、適当にくつろいでくれ。いや、何か話したいことがあるか？え？君との関係を改善するためには、もう少し会話が必要なのではないかと、昨日のことで思わされた。私の態度や行動に疑問点があるなら、問いただしてほしい。すごいよ、向こうから話を振ってくれた。よし、じゃあお言葉に甘えて知りたかったこと片っ端から聞いちゃおうか。 OK? うん、いつも仕事は何ですか？学会の準備だが。いや、それはなんとなく分かってるんだけどね。ああ、もう少し詳しく聞きたいのか。そうだな、主にプレゼン用のスライドや原稿の準備だな。発表する内容自体はすでに論文としてまとめて上載している。この論文が評価されて留学が内定したわけだが、一応学会で正式な評価を受けなければ決定にはならない。よって私にとって25日の学会を無事にこなすことは重要な通過儀礼というわけだ。なるほど、やっと何してるのか分かったね。留学について何の考えているか？もちろん嬉しいと思っている。私の研究が評価された結果だし、海外の知識を吸収できる機会は貴重だ。何より研究者としての箔がつく。長い目で見れば私が成功することは君にとってもプラスになると思っている。私は長期的な展開を視野に入れて君と真剣に交際しているつもりなのでね。君はどうだか知らないが。は？長期的な展開っていずれ結婚するとかそういうこと？ちょ、今日明日にも別れそうな付き合い方してるくせに、なんでそんな壮大な計画なんだよ。今は本当に難しいですか？まあそうだな。大学院は今夏休みだが、通常のカリキュラムをこなしている方が楽な程度には忙しい。25日の学会まではこの状態だろう。学会が無事に終わって月末に留学の決定が下されたら出発準備をする。I wonder she was mad. 出発まで君とゆっくり外出する時間はあまり取れそうにないな。他に質問はないか？なければ私は作業に戻らせてもらう。進行が遅れているんでな。実のところ君が邪魔なんだ。そこにいられると気になる。作業に集中できない。おかげでどんどん予定が遅れている。必要から私が呼んで呼びますか？私がただ会いたいからだと言えば君は来ないだろう。警戒もするだろう。本当は今すぐ手を握りたいんだと言ったら、君はもう来るのをやめるか、今すぐ帰るか。少なくとも今までと同じように気軽に上がってはくれないだろうな。そう思って方便を言った。本当はただ君にいてほしかっただけだ。
いや、実際に手を握ったりはしないから安心していい。二人きりの場所で接触するのはまだ早い。一切の手出しはしないし、一定の距離を守る。君はただそこにいてくれればいい。あまりにも私の本音がひどすぎて言いたくはなかった。できれば帰らないでくれ。作業の邪魔になるというのに、君がそこにいるだけで私はなぜか嬉しい気持ちになる。嬉しいからこそ作業が進まないんだ。Well, hide behind the bookshelf. とにかくそういうわけで私はあまり相手になれないが、もし何か用があれば遠慮なく話しかけてくれ。忙しいのは事実だが、君と会話をしたくないわけではない。それは理解してほしい。そこまで下手に出られると逆にどうしていいかわかんないね。じゃあ君はどうする？さらにバイトマニュアルを極める？それとも昨日もらった算数問題やってみる？The workbook. 算数のノートやってみよう。やってみようか。確かケントが見てくれるって話だったよね。ああ、それをやるのか。なら私が見てやろう。You're supposed to be working. よろしくお願いします。準備はいいか？あまり時間はかけていられない。どんどん行くぞ。全部で10問だ。それでは、はじめ。I hate you. Oh my god. Hold on. Okay, yeah. This is why we cheat. 正解だ。次。I can't believe you have to actually do math. Okay, you know what? We'll try. All right. A and B meet on Sundays to Wednesdays. If August 1st is a Monday, how many times will they meet during the month of August? Ah! Okay. Hold on. Can I have some time to this? Okay, they meet Sunday through Wednesday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. That's 4. August 1st is a Monday. How many times? August. Yeah, I got one at least. 次. Two game. No more, Sugi. Sugi changes. Oh my god. We know who this is. Sugi changes girlfriends once every 3 months. He began dating his current girlfriend on June 1st. If today is July 9th, in how many days will they break up? Oh, well, that one's easy. They will never split up. 正解だ。次。A can carry 20 books at once, and B can carry 10 books at once. How many minutes will it take for them to carry 200 books to a nearby bookshelf? Assume each round is 4 minutes. Okay. Why is it so fast? Okay, so A can carry 20 books. So that's... Okay, well, all you have to do is 200 divided by 4. Is 50. So 4. Trees are planted at 3 meter intervals on the path that A walks on. If A walks for 15 minutes at a speed of 4 kilometers per hour, how many trees will he pass? Stop with the freaking. I hate you. I don't know this one.
Okay, he walks for 15 minutes at a speed of 4 kilometers per hour. And there's... Okay, so he goes... Yeah, that's right, right? 15 times. That's 15 minutes. Right? 正解だ。Hate this part. 次。Hate this part. Oh my god. Ah! A morning glory plant watered with an energy drink grows 1.5 centimeters per night. A morning glory watered with regular... I have my calculator here in case you guys... I'm trying. I'm trying not to cheat, but I will cheat. Stop it! If the normal plant started at 16 centimeters and the energy drink plant started at 10 centimeters, in how many days would the energy drink plant grow past the normal plant? It never will, right? 正解だ。次。C has solved 39 of A's math puzzles so far. C's percent of correct answers is 78%. How many puzzles has A presented so far? What did that say? 39? I don't know how to do this one. 正解だ。次。There are 1,000. Okay, I'm done. There are 1,000 students at Nishiki University. 30% are female. If Nishiki merges with Miyoka University, it has 900 students and 50%. Bah! What will the new overall female ratio be? One I can do, so there's 1,000. The 300 are female at Nishiki. Cultivating yogurt grass requires 150 cc of yogurt juice. If one uses a speaker to... Oh, I can't do this one. I don't know this one. 正解だ。次。The manager can increase sales on a rainy day by 50%, while Mine can increase by 30% on a sunny day. Assuming average monthly sales are 1 million yen, which one should work during August to push sales over 1 yen? Oh, that determines that. That's it caused by the. I could do this one because this one's determined on the rain. You can't know the rain.Bahaha! I got one of you stupid questions. 正解だ。以上だ。お疲れ様。ああ、みたいな。なかなかの成績だ。君には問題の出しがいがあるな。では、私は自分の作業に戻る。疲れた。You're telling me, Ryan.
もうちょっと手を抜いてくれてもいいのに。はい。はあ、あとはその辺の本でも読んでぼーっとしてようか。Me and math are not friends. I mean, I do technically use math as a musician, but it's different. Don't think of it like that. あ、やば。集中してたらもうこんな時間だよ。暗くなっちゃったし、そろそろ帰ろうか。ん？帰るか？気をつけてな。わあ、すっかり夜だね。ほんと気をつけて帰らないと。ケントがいつになく優しいから、すっかり居ついちゃったみたいだね。なんかさ、別々に作業してても、お互いの態度が違うだけで、いきなり恋人同士っぽくなったよ。あいつも本当は。Hold on, I need to see my victories because of that. Yes, thank you! At least that went up quite a bit. あ、君My green hair beauty! こんな遅い時間にどうして一人で歩いてるの危ないよ、そんなことしたら。は送ってあげたいところだけど、俺が何をするかわからないから。それも厳しいな。Probably throwing down a well. ちょっと何なのこの人。君の知り合いなのかな。名前呼んでたよね。でも確かにちょっと暗いとはいえ、まだ日が沈んだばっかりだし、送ってもらうほどじゃないよね。っていうか、俺が何をするかわからないって、何それ。あ、ごめん、俺、怪しいよね。めちゃくちゃ怪しいです。なんて説明したらいいかな。君は今ここで何を？ああ、もしかしてケントの家から。Oh no, his eyes changed. ケントの家はこの辺りだったな。何？何？何なの？ケントとも知り合い？へえ。なら、今はケントと付き合ってる。Creepy。そうだよ。へえ、そうか。今はケントか。それじゃあなかなか死なねえな。Well, that made me feel better. Thank you. I appreciate that. ん？ってことは、俺の出番かな。何？あ、ごめん。今のなし。忘れて。は？いや、忘れてとか言われても。とにかく、君はこんな暗い道を一人で歩いちゃダメだよ。何があるかわからないからね。Definitely has split personality. あんたが一番不気味だし。これからはくれぐれも夜一人にならないで。本当に危ないよ。じゃあ、俺はもう行くから。何だったの？ねえ、早く帰ろう。よくわからないけど、あいつの言うことすごく怖いよ。死神に会っちゃったみたいな、そんな気がする。It seems like he's hopping world lines as well. Since he seems to know what's going to happen. But apparently being with Kent is safe. So that's good to know. 死神ね。私に言わせてもらえば、そいつは詐欺師の類か、妄想癖があるか、自分自身が快楽殺人者かのどれかだな。君と私の名前を知っていたということだったな。君自身はそいつを全く知らないのか？それがわからないから困ってるんだよね。もしかしたら本来は知り合いだったのかもしれないけど、君は覚えてないみたいだし、君の失われた記憶の中にはすごく大事な何かが隠れてる可能性もあるのかな。顔色が悪いな。もしかして誰かに狙われるような心当たりがあるのか？There might be. Yeah, whatever. いえ、なんでもない。なら、なぜそんなに青い顔をする必要がある？ Another guy just said I might die. それほど怖かったのか？すっごい怖かったよね、実際。私は何をしようとしているのだ。すまない。え、何？いや、そんなに大それたことを考えたわけではないのだが。ただ、なぜか君の手を取って励ましてやりたいという衝動に駆られて近づいてしまった。すまなかった。そんなことをされても君は嬉しくはないだろうに。君に必要以上に近づかないよう十分注意する。
だからあまり私を警戒しないでほしい。とにかくその男がどんなつもりで警告をしたにせよ、不穏な発言であることに変わりはない。今後日が落ちてから帰宅する際は私が同行しよう。その男にもう一度会った時対処するために。 And that's how a normal person deals with it. それはすごくありがたいね。待て、隠れろ。まさかあいつ？そのドアの外にいるな。私は武器を持っている。怪我をしたくなければそのまま帰ることをお勧めする。気づかれたか。惜しかったな。あと一歩だった。あれ？この声って。これでもこの部屋にいるときは常にドアの外に気を配っているんだ。いつ刺客が来るかわからないからね。These two are my favorite together. この間は後ろを取れたのにな。でもね、ケン。不意打ちに失敗したからといって帰る僕じゃないよ。その武器とやら見せてもらおうか。望むところだ。くらえ。新作の数学パズルだ。これはまた複雑なものを。Get out of my math workbook, jerk. ああ、やっぱりこいつか。これ、この二人のお決まりのおふざけなんだね。新作の数学パズルが武器って、君にも算数問題集作ってきたし、ケントは問題作るのが好きなのかな。すまないな。邪魔が入った。こいつは私の数学パズルを受けて立つためにやってきたようだ。ああ、そのうち君もやられるよ。覚悟しておいた方がいいね。No. 彼女にはもう送った。もう付き合って半月の子に。ケン、それはどうかな。僕としてはあまりおすすめできないお付き合いの仕方だよ。何？だが君に作ったものとはレベルが違うぞ。君に渡したのは院生向けだが、あれは小学生向けだ。小学生向けって余計にいらない発言を。一応Even more right now. 変なやつで迷惑をかけるね。悪いやつじゃないから気長に付き合ってあげて。一休、一体君は何をしてるんだ？何って、彼女が気の毒だからよしよしって頭を撫でてあげただけだけど。交際中でもない女性の体に触れるものではない。君はモラルが低すぎるぞ。は？モラル？そりゃ確かに僕はモラル低いけど、ただ頭撫でただけで大げさだね。あ、わかった。ケン、君ってまだこの子の頭撫でたことないんだ。よしよし、堅物の彼氏で大変だね。僕でよければいつでも慰めてあげるからね。ギュッてしてあげようか。一休、いい加減にしろ。ああ、大変だ。君の彼氏はこの程度のスキンシップも許容できない器の小さい男らしいね。あ、そうそう、まだ君とはメアド交換してなかったよね。送ってもらっていい？はい、ありがとう。さて、僕は退散しようかな。じゃあ二人とも、あとはご自由に。This one is really funny. 別に私は君が他の男に頭を撫でられたからといって嫉妬するほど強烈ではない。Really? 'Cause that's what it seems like. その程度、親子間でも友人間でも普通に行われるスキンシップの範囲内だ。何も特別なことではない。よって私も遠慮しない。頭を撫でることに下心があるわけもないし何を遠慮することがある。君だって一休におとなしく撫でさせていたんだ。別に嫌ではあるまい。嫌いじゃないけどちょっと痛い。すまない。だが君はどうして黙って一休に頭を撫でさせているんだ。あれは手の速い男だ。頭を撫でているのがいつ肩になり腰になるかわからないんだぞ。ああ、もちろん彼は私の友人だ。私の交際相手をあえて奪いはすまい。あれも単なる嫌がらせだろう。わかっているとも。だが彼にそのつもりがなくても君の心が動かない保証はないんだ。私が手を握ることすらためらっているうちに君の心が彼に動いてしまうかもしれないと思うのは強力か。女性の扱いに慣れていてたやすく居心地のいい空間を作れるあいつに君を取られるのが怖いと思うのは、それは私の器が小さいからか。私には君の髪に触れるだけでも精一杯なんだ。みっともないところを見せてすまなかった。悪いが、今日はもう帰ってくれ。家まで送ろう。
びっくりした。ケントってあんな風にやきもち焼いたりするんだね。しかもあんなちっちゃなことで。意外と君のこと大好きなのかな。さて、明日からまた3日間バイトだし、今日はやり方思い出しながら休養しよっか。Yeah, everybody's, this is, like a majority of everyone out after. さーて、今日から3日間またバイトだね。やり方はちゃんと覚えてるかな？ Yep. まあ、誰もここまでやらないだろうってくらいみっちり勉強しまくったから、簡単には忘れないだろうけどね。どっちかっていうと問題は人間関係だね。おはようございます先輩。ミネ。おはようございます店長。昨夜のメールの件だが、やはり明日は忙しい。明日？従業員の慰安イベントという案そのものはいい、別の機会に行おう。そうですか、わかりました。盆明けでどうだ？はい、楽しみにしてます。では。ふーん、慰安イベントなんて企画ミネが提案したんだ。積極的に企画提案とかするタイプには見えないけど、パーッと遊びたい気分だったとか、そういうのかな。先輩は明日彼と行くんですよね。明日の花火大会ですよ。彼と行くんでしょ。花火大会。花火大会明日？とぼけたって無駄ですよ。サバ先輩から約束してるらしいって聞きましたから。まあ私は悔し紛れに従業員みんなで行こうって提案して、まさに今店長に却下されましたけど、先輩はどうぞ楽しんできてくださいね。I feel poison in your voice. なんか逆に申し訳なくなってきたね。No, we didn't. That's jealous. ミネに同情してる場合じゃないか。まずは自分のこと、明日の花火大会の約束確認しないと。明日は8月12日だよね。あ、手帳にメモがある。19時明賀駅ホームだって。きっとこれだね。ケントそんなこと全然言ってなかったけど、まあ時期的にもちょうど花火大会ありそうだし、多分間違いないね。仕事の後にケントにそれとなく確認してみようか。今はとりあえずバリバリ仕事片付けちゃおう。 In Japan they're like an hour long. They're so pretty. いってらっしゃいませ。お帰りをお待ちしております。ふう、今日は問題なく仕事できてるね。数日のブランクは響いてないみたい。お前、え、店長、何か粗相がございましたか？He's not very talkative in this one. 9番テーブルから指名だ。あ、なんだ、ご指名だって。それはありがたいね。 Is it my green-haired lover? 今ミスするなよって念を押された。気のせい。とりあえず9番テーブルに行ってみようか。ご指名ありがとうございます。ご用を受けたまわりますってね。 In here. Oh, that. I mean, he's fine, but 想像したよりも生き生きと働いているんだな。最近の君はぼんやりとしている様子だったから接客業が務まるのだろうかと思っていた。まあ確かに最初の頃はぎこちなかったよね。でも君ずいぶん元気になってきたもん。接客はもうかなりの高レベルだよ。しばらく見ていたが元気そうで安心した。まああれだよね、ケントに振り回されてるおかげで感情が活性化してるっていうのはあるよね。ここの制服もまあ君によく似合って想像したよりもずっと似合っていた。正直驚いた。He's okay too, but he's not as, I like, いや、これは一級に言えと言われたんだ。あったら必ず服装に関する感想を言えと。だから仕方なく思ったことを言っているのであって、私の本意ではない。いや、嘘を言ったわけではないが。結局似合ってるってのはケントの感想なんじゃん。 He's trying to like translate it in his head. お邪魔になりそうだから僕向こう行ってようかな。昨日はすまなかった。一休にからかわれてすっかり取り乱してしまった。君に不遠慮に触れてしまって、そのすまなかった。これはお詫びの品だ。Do we get more presents? いや、これは… Oh, look at him! He's so cute! Half month! 女性は記念日を非常に大切にするというし、突然の贈り物を喜ぶというから、お詫びを兼ねて
付き合い始めてから半月の今日、何か贈り物をしてみたらどうかと思ったのだ。これでサプライズとやらになっていればいいのだが。本当にサプライズでしょ？そうか、それならよかった。これで驚いてもらえるかどうか自信がなかったんだ。私は僕年人だから、君の望むような交際の仕方ができていないことも多いと思う。だが、できるだけ希望に添いたいとは思っている。そのための努力は惜しまない。一休の助言もできるだけ聞き入れるつもりだ。まあ、要するに私は君を喜ばせたいんだ。 Just don't listen to his bad advice. 私の用事はそれだけだ。仕事中に呼び止めてすまなかったな。少し量が多いかもしれないが、なんならみんなで食べてくれ。そろそろ日が沈むだろう。帰りは送っていく。待っているから声をかけてくれ。びっくりしたね。I love Orion. He's so cute. あ、店長、いつの間に後ろに。客から貢ぎ物か。いや、あれただの客じゃなくて彼氏なんだけどね。え、今ちょっと笑ってくれた？気のせい？気のせい？ This walk is so funny. He's just like 事務所に冷蔵庫がある。あ、冷蔵庫があるんだ。使わせてもらえるならありがたいね。じゃあそうしようか。失礼します。あ、先輩どうしたんです？休憩はもう取りましたよね。 Don't show her. その箱は何ですか？ Don't show her. やば、これはミネには見られない方が。ケーキですか？もしかしてお客さんから？ I had it here. ダメダメ、開けちゃダメ。ハーフマンスアニバーサリー、半月記念日ですか。もしかして半月って付き合って半月ですか？そういえばそのくらいでしたね。へえ、あのお堅い人が記念日にプレゼントくれるんですか。しかも半月なんて微妙な日に。ふーん、いいですね。愛されてますね。 You're really annoying. こう言われるから見つかりたくなかったのに。ま、仲良くやってください。でも職場でイチャつくのってちょっと常識疑いますよ。でも向こうから訪ねてきたんだもん、仕方ないじゃんね。はあ、ケーキ冷蔵庫に入れたらさっさと仕事に戻って挽回しようか。 I wanna get to the fireworks. いやー、昨日に続いて今日もびっくりしたね。ケントさ、こないだの喧嘩から人が変わったよね。10日前に初めて会った時とは別人みたいだよ。でね、バイトしてる間半月記念ってのがちょっと引っかかってたんだけど、あ、やっぱりこの携帯に入ってるメールの中で一番古いのが7月29日付なんだよね。で、今日で付き合って半月だとすると、君たちが付き合い始めたのは7月28日みたいなんだ。Kind of sad that... っていうことは君、ケントと付き合い出した翌日に携帯変えたっぽいんだよね。Kind of sad that he's been dating without her having any, like, pretty much the whole time with her losing her memories. But, I mean, once again, that is a very interesting question.理由を考えてみたんだけど、僕が知ってる人類の一般論からすると、通話料を安くするために携帯電話の会社を同じにしたってことないかな。まあ実際はメールも電話もほとんどしてないわけだけど、でももしわざわざそのために携帯変えたんだとしたら、君はやっぱりケントが好きで電話もメールも本当はたくさんしたかったのかもしれないよね。そう思っちゃうのは僕の考えすぎかな。もしかして君たちって普通に両思いだったんじゃないかなってさ。We're just both stubborn. That's probably true. Well, he seems very, how do you say it? Aloof? That word, aloof. お疲れ様でした。Yay, fireworks! 終わった、終わった。バイトはかなり楽に暮らせるようになってきたね。それじゃあ、この後はケントと花火大会か。うん、楽しめるといいね。っていうか、最近の僕たち、ちょっと緊張感なさすぎかな。
なんか記憶なくてもそれほど困らなくなってきちゃったよね。周りのみんな優しいし、むしろ僕は今君と突然お別れになったら寂しいかなーなんて。いやいや、ダメだよね、そんなことじゃ。情報探して記憶を元に戻さないと。とはいえ目の前に予定があるとそれを優先してしまうのも人情なわけで。いやほら、今回は君が記憶喪失になったことで少なからずケントの本心が見えてきてるみたいだし、それまでの積み重ねがあって素直になれなかっただけで本当は両思いだったのかもだし、まあ憎まれてるかもってケント本人が言ってたわけだけど。うん、その辺を探るためにもとりあえず花火大会行ってこよう。バッチリ浴衣着て気合い入れてね。いい、はい、はい。先輩浴衣着るんですか。超気合い入ってますね。いってらっしゃい。バイ、ジェーク。こっちの問題もそのうち解決しなきゃね。No, we don't. She just needs to deal with it herself. 浴衣に着替えて待ち合わせの明賀駅に行ってみようか。In another timeline, she tried to ask out our boyfriend while we were dating him, and then took a day off of work when she got rejected. ちょっと仕事が長引いちゃったからギリギリだったね。それにしても混んでるな。みんな花火大会に行くのかな。ケントは黒くてでっかいから来ればすぐわかると思うけど。20分の後。来ないね。ちょっと周りが閑散としてきたような。そういえば昨日花火大会のことをケントに確認し損ねたよね。サプライズに驚いちゃって。電話してみようか。うわ、向こうからかけてきた。You better thought. 今どこにいる？例の男のことがある。うちまで送ろうと思って店でずっと待っているんだが。You forgot. わざわざ迎えに来てくれてるみたいだよ。いや、それはいいけど花火大会のこと完全に忘れてるよね、これ。私たちは花火見に行ったと思いました。花火大会？何の話だ？予定がある。すまない。そうだった。今日は花火大会を見に行く約束をしていたな。全く興味の持てないイベントだったので、記憶からすっかり消えていた。時間は19時半からだったが、ここから現地までは約1時間。間に合わないな。悪かった。要望があれば言ってくれ。後日埋め合わせをしよう。でもケントと一緒に行きたかったん。The speechless. もしもし。ダメだ、完全に絶句しちゃってる。 Did you drop your phone again? 今すぐ行く。そこにいろ。切れちゃった。でも花火大会には間に合わないよね。Why do we always miss the fireworks? Iki, we also had a problem. はや、全力疾走できたよこいつ。君はこの涼しい日に浴衣で来たのか。わざわざ私のために。いや、私のためになどと思うのは。うぬぼれも甚だしいな。電車が来るようだ。とにかく会場に行くぞ。いや、だから行ってももう花火大会間に合わないけど。来ちゃったね、花火大会会場の駅。もうすぐ終わる時間のはずだけど、少しは見られるといいね。小雨が降っているな。まあ出店はやっているだろうから気分だけでも味わえるとは思う。いや、少し待て。どこかで傘を買っていこう。そのまま外に出ては風邪をひく。すごい人出だな。花火は上がっていないようだが、それで逆に出店が混んだか。こんな人混みを歩くのは久々だ。はぐれないように気をつけてくれ。君が嫌でなければ傘に手を添えてもらえると助かる。人混みではぐれないようにだ。タイはないぞ。You look so happy and cute. いや、下心がゼロだとは言わないが、主な理由は安全上のものだ。もし君が嫌ならば、別の方法を考える。
遠慮なく言ってくれていい。もうちょっと近くていいんですか？君は私が動揺するのを見て楽しんでいるのか？それとも本当に私と少しは近づきたいと思ってくれているのだろうか？確かにもう少し強く握った方が効果的なのは事実だろう。だが無理はしなくていい。祭りなどというものに来たのは子供の頃以来かもしれないな。君はどんな店が好きなんだ？私は昔からこういった場所に興味がなくてな、あまり詳しくないんだ。Don't like cotton candy. Masks are fun, but let's do 金魚の店が好き。おお、得意なのか？植物や動物の飼育なら嫌いではない。君がうまくすくえるなら、私が連れて帰ろう。生物というのは、一見理屈では割り切れないように見える行動をとることがある。その行動を観察して、隠された法則を探るのが私の楽しみだ。人間も植物も動物も同じだな。あ、ごめん。大丈夫か？もう少ししっかり掴んでいた方がいいかもしれない。この花火に来る約束をしたのは、君と付き合い始めた時だったな。デートなどというものができると思えなかった私に、君は一つだけでも約束しろと、この花火大会の話をした。興味がなくて忘れてしまっていたが、来てみれば案外楽しめるものだな。忘れてすまなかった。君との付き合いも無理だろうと思ったが、思いがけず楽しんでいる。不思議なものだ。今でも、なぜこんな風に穏やかに過ごせるようになったのか、不思議に思う。君はもしかしたら私に気持ちを傾けてくれているのではないかと、そうも考えてしまうのだが、自分でもずうずうしいと思う。ああ、いつの間にか雨が止んでいるな。もう少し店を回ったら帰ろう。君の機嫌が悪くならないうちにな。You're still on a good mood. 結局さ、ケントは意地張ってただけで、本当は君を好きだったんだよね。それはもう間違いなさそうだけど、君の方はどうだったんだろう。問題はそこだよね。あんなに喧嘩ばっかりだったのは、単に二人して意地っ張りだったからってだけなのかな。それともとてもじゃないけど仲良くできないような事情があってのことなのかな。もう記憶を失う前の君に聞きたいよね。あいつと仲良くなっていいのって。 Alright, well, we're gonna stop thatHere for today. So, thank you guys so much for watching. And we will pick it up later. So, au revoir.